カブスで15年プレーし、途中から選手兼任監督としてチームを牽引したフランクチャンス。メジャー記録の116勝を挙げ、比類なきリーダーと呼ばれた。この一覧はメジャーリーグのナショナルリーグ中地区に所属するシカゴカブスの年度別成績一覧である。レギュラーシーズンの成績とともにポストシーズンの成績、歴代監督、観客動員数を年度別に挙げた。なお レギュラーシーズン及びポーストシーズンの主要タイトル、受賞者を以下に示す。シカゴ・カブスは1871年、ナショナル・アソシエーションにて、シカゴ・ホワイト・ストッキングスとして発足。1876年、ナショナル・リーグ創設に伴い同リーグに加盟。その後、1890年に、シカゴ・コルツ。1898年に、シカゴ・オーファンズと解消した。 その後、1902年にシカゴカブスに改勝。現在に至る。カブスは、アトランタブレイブスと共にメジャーリーグで最も古い、歴史を持つ球団である。これまで27回のナショナルリーグ優勝と7回の地区優勝、2回のワイルドカード獲得をしている。ワールドシリーズでは、MLB 史上初となる連覇を達成後、100年以上、遠ざかったが、 2016年に71年ぶりにリーグ優勝108年ぶり3回目のワールドシリーズ制覇を果たした。判例、ありがとうございます。